皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は百鬼夜行の第42回です。牛鬼。全体図はこのようになっています。ここを拡大して読んでいきましょう。まずこれは牛。次は鬼です。句のように見えますが、このように細長い場合は、うと疑ってください。次は、し。次は、お。次は、にです。牛用にと書いてあります。やぶから出てきた牛のように見えますが、前足にかぎ爪がついています。恐ろしいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。